マンゴーパッションティーフラペチーノ。おー、これは新作かな。私最近こうスターバックスさん行けていないんですけれども、日々変わるじゃないですか、新作がこう出たりとかメニューが変わって。あ、これはずっとあるんですね。なるほど。私あまり詳しくないので、ま、覚えますね。マンゴーパッションティーフラペチーノ、おしゃれ。私もちょっと飲みたくなっちゃいました。呪文、マンゴーパッションティーフラペチーノ、マンゴーパッションティーフラペチーノ、これでインプットできましたね。今日みたいなちょっとムシムシする日にはこういったマンゴーとかね、フルーツ系の飲み物もなるといいのかもしれませんよ。むしっと熱い報告でした。ここまでありがとうございました。ではここで失礼いたします。